駐車場から展望台に上がるようなそういう斜面地における昇降機、まあ、モノレールを設計から製造施工まで行っております。私は今技術部開発設計課に所属しておりまして、まあ、その中で研究開発から実案件における設計の方までの実務の設計とあとそのマネジメントの方を行っております。平成2年にオートキャドを導入した時から SCS 研さんとは深くお付き合いさせていただいているんですが、その後ずっとオートデスクさんの製品を使用している状況ですね。計画するにあたっては測量から入るんですが、測量したデータを展開して、その展開からもうオートデスクの製品を使用しております。それから地形だとか土木の設計に入っていくんですが、それについてはオートキャドの方をカスタマイズして、その土木的なモノレールも走行するルートに合った縦断面図、横断面図、その辺を全て設計の自動化ということでカスタマイズしております。そのモノレール本体の設計についてはもともとメカニカルを使って設計しておったんですが、どうしても機器の干渉だとか、そういった問題でその工程の出戻りというものが発生しまして、そこで3次元キャドであるインベンターを使用して、その干渉チェックからもう全てその設計の段階で不具合をもう潰していこうという考えで、それでインベンターを導入して今使用している状況です。インベンターを使うのと同時に標準化を行ったということもあるんですが、従来の設計に対して約 30% ほどは期間工程の短縮ができたんじゃないかと思っております。干渉などによる工程の出戻りについてもほぼゼロにまで持っていくことができました。今設計を行っているものをもう少し軽量ができないか、でまたはその目に見えない部分でですね、強度的に不足しているところがないかというのを確認するために導入しました。最近なんですが、そのモノレールの駆動部分のフレームについて、シミュレーションを行うことで約 10% の軽量化を実現しております。オートデスクプロダクトデザインスイート、一番いいのが、車両についてはインベンターを使って、モデリングを行う、でそれを今度ショーケースで、ビジュアライゼーションして、デジタルプロトタイプという形で仕上がった状態を視覚的にこうアピールすることができる、そこが非常に利点として上がってきております。今後ちょっと利用したいなと思うのがナビスワークス、ナビスを使うことで全体的なレイアウトについても3次元で提案できるじゃないかということで、ちょっとナビスの使用も考えているところです。設計データも2次元から3次元と、データの量も増えてきておりますので、今後はボルトを導入して、その辺のデータの管理をやっていきたいとも思っております。